マスク生活となったことで肌の赤みかゆみニキビなどさまざまな肌トラブルを実感している人も多いのではスキンケアを頑張ってもなかなか治りにくいという声も肌を整えるには外部的なケアだけではなくインナーケアにも着目する必要が。 美肌に直結するといわれる腸内環境を整える大切さについて恵比寿形成外科美容クリニック院長西島純子先生に話を聞いたなぜ腸内環境が大切なのか腸と肌の関係成長の機能は消化吸収だけだと思っている人が多いが実はたくさんの注目すべき機能が腸内には600から1000兆個もの腸内細菌が存在しそれらがビタミン B 群葉酸 ビタミン K など肌の代謝を進めるのに必要な栄養素を作り出している健康的な腸内では善玉菌が優勢だが悪玉菌が多くなってしまうと便秘がちにビタミンを合成する能力も低下する腸内で腐敗物質が発生しそれが腸粘膜から吸収され血管を経由して巡り最終的には肌に到達肌トラブルを引き起こす 肌と腸は表裏一体で腸内環境を整えることが美肌にもつながるという細菌腸内細菌が作るポリアミンという物質がアンチエイジングにも効果があると注目され始めています細胞の代謝や成長に関わっている物質です若い時は自分で作り出していますが年齢とともに自力で作り出す能力が衰えてくる 肌荒れが治りにくいと感じている方はポリアミンを含む食べ物白子貝類きのこ納豆大豆小豆チーズなどを積極的に摂るのもおすすめです腸には他にも美肌を作るための機能が腸と脳は連携関係にあり幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやる気の源となるドーパミンが作られるのも腸内体内の約7割の免疫細胞が腸に集まっている セロトニンやドーパミンといった脳内伝達物質は、自律神経のバランスを整え肌のダメージ回復に関わります。腸内環境をもって免疫力を高めた方が、当然肌にも良い。腸内の免疫が悪くなると、アレルギーが出やすい状態にもなります。 腸内環境を整えることは肌にとってメリットばかりであると実感いただけると思います腸内環境良い悪いの判断基準瓶の状態をチェックすればいい腸内環境における良い悪いのサインはどのように測ることができるのかクリニックによっては腸内フローラ検査という腸内細菌を調べる自費診療があるが1回数万円と高額西島先生も最初からは進めないという ままずは、瓶の状態をチェックしましょう。1日に1回硬すぎず柔らかすぎずバナナ2から3本分黄色から黄褐色で臭いが強くない瓶が出ることが理想ですなかなかじっくり観察することは少ないとは思いますが毎日確認を笑逆に慢性的に便秘をしていたりコロコロとしたものしか出ない方は腸内環境が良くないかもしれません 生活習慣を整えた上で便秘や肌荒れの症状が改善しない場合、どうしても体の不調が改善されない場合は、腸内フローラ検査やオーソモレキュラー栄養解析を受けてみるのも良いと思います。当院でも最近開始しましまた。 腸内環境を整える方法、善玉菌を増やす、体内デトックス、腸内環境を整えるには、腸内フローラを改善させるのに有用な菌、プロバイオティクス、プレバイオティクスを定期的に摂取することが必要、だという、プロバイオティクスとは、善玉菌、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌を生きたまま取りましょうということです。 プレバイオティクスは善玉菌の餌になるもの食物繊維オリゴ糖などをとって善玉菌を増やしていきましょうということです特に最近は乳酸菌やビフィズス菌に加えて善玉菌の司令塔として酪酸菌が注目されていますぬか漬けや汁豆腐などに含まれていますが食文化の変化により日本でも摂取がしにくくなっています また、ヨーグルトや乳酸菌飲料が流行っていて種類も多いですよね。その習慣がある人は、続けていただければ大丈夫。すぐいなくなってしまう菌なので、食べ続ける習慣を作ることが大切になります。ただ、カゼインという物質が含まれる乳製品には注意が必要です。アレルギーを起こしやすく、消化に時間がかかり、腸の炎症を起こしやすい。 乳製品が合わない体質の方は、 直接サプリででる方が安心ですまた腸内に悪影響をもたらす老廃物を取り除くため体内をデトックスすることも有用体内デトックスの仕方運動して汗をかき毒素を排出する水を飲んで尿とともに毒素を排出するファスティング断食する体内に溜まった毒素を排出し細胞自体を毒に侵されていない健康な状態に戻すデトックス効果のある活性炭 ゼオライトシリカなどを取る空気清浄機を使い空気中のカビや有害物質を排除質の良い睡眠をとり脳の老廃物を排除なぜ肌トラブルが引き起こされるのかそのメカニズムを聞くと肌と腸は密接に関係していることが明らかに有害物質をデトックスし腸内細菌を育て便通を良くすることは肌荒れを改善する根本的な方法なのである